けんさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。カイトさん、あやぴょん隠れてない、出てきなさい。見てる、見てるかもしれないですね。なんかいろんなメンバーが名前変えて見てるって、なんか誰かが言ってましたね、前の配信で。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。くんじゃん、夜8時までしか配信できないのに今5人いるんですよね。よく言われますね。でもやっぱり8時までっていうところがあるので、やっぱりたくさん配信できる人に夜らへんで結構追い抜かれちゃったりしてます。初見さん、こんにちは。ふらちゃん、ショールームのプロフィール欄は使わないのですか？なんかみんなの10期候補生の方を見ていると、プロフィール欄はあまり使ってなかったので、私もあまり使ってません。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。こんにちは、こんにちは。イートさん、 NMB で好きなメンバーさんはアミネーです。イートさん、4位嫁ありがとうございます。4位になれて嬉しいです。こんにちは。そうですね、なんかリサちゃんに似てるってなんかよく言われますね。レモンちゃんさん、タコさん、ありがとうございます。くんちゃんさん、あ、4位に上がって、そうですね、4位に上がれました。皆さん、たくさんのタコさん、ありがとうございます。むちさん、さすがに取れ、そうですね、運営さん選んでくださいって感じですよね。選ばれたいですね。ともあきさん、学校の休み時間はどんなことして遊んでるの？どんなことですか？パソコンですかね、パソコン。あと友達と話したりです。こんにちは、かわいい、ありがとうございます。はるさん、365日の紙飛行機の曲が流行ったのはローちゃんが何歳くらいだった？私ですかね、家族の中で流行ったのは7歳、8歳くらいの時ですか？8歳か7歳くらいの時です。こんにちは、皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。こんにちは、犬さん、ツインテール可愛すぎ、ありがとうございます。明日はポニーテールにするつもりです。うちぴさん、だるまさん、ありがとうございます。皆さん、たくさんのタコさん、ありがとうございます。
にちは。こんにちは。フライスさんですかね。365日の紙飛行機のセンターは知ってますか。山本さんじゃなかったですかね。多分山本さんだと思います。皆さんたくさんのギフトありがとうございます。チキンさんこんにちは。犬さん絶対合格してね。合格できるように頑張ります。こんにちは。はるさん好きなものオムライス、いちごの続きは見えません。好きな食べ物はレモンです。くんちゃんさん好きな食べ物レモンでそのままかじるの。そうですね。あ、でもちゃんと切るときと切らないときがあります。皮は美味しくないので。こんばんは。まさのさん日本おめでとう、ありがとうございます。こんにちは。ネバーサマンさん大切なのは NMB に合格してそして活躍すること。私なんですね。まずは合格できることを頑張っていきたいです。頑張っていきたいのでぜひぜひ応援のとよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。まさのさんですか。若いと SR 配信ですかね。でイベントあると不利なんだよな。あ、みえも それで苦労してたな。そうですね。やっぱりこういうイベント系になっちゃうと若いと不利になってしまうのは事実ですね。はじめまして。はじめまして。ズーデンさんたくさんのタコさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。レオラ様明日ポニテール楽しみだ。そうですね、明日はポニテールします。こんな感じです。こんな感じです。水族館さんこんばんは。まさゆきさんタコさんありがとうございます。若いありがとうございます。若くても頑張っていきます。若くても頑張れるんだよってところを皆さんに見せていけたらなと思ってます。カイトさん NMB48 さんより年下やもの。そうですね、年下ですね。2個下ですね。こんばんは。こんばんは。チキンさんこんにちは、来てくれてありがとうございます。ジャミさんフォロワー数1000人超えてるんやね、すごい、ありがとうございます。
早くも次の推しが決まりました。次の推しはちなみに誰ですか？ムツ山本さやかさんは元 NMB48 さん一期生なんですか？一期生、そうなんですか？なんか聞いたことあります、聞いたことありますね。こんばんは、遊びに来たよ、遊びに来てくれてありがとうございます。中太郎さん、ウインクできる？ウインクは下手ですができます。こんな感じです。レバーサマーさん、毎日同じ場所と角度配信なら髪もちょっと左、そうですね、髪もちょっと左ですね。左すぎたら入らなくなっちゃうんで調整がめちゃくちゃ難しいですね。クリフトさん、もう1時間経ってる、飲み物もなくて大丈夫、飲み物ならここと、ここにあります、ここにあります。レバーサマーさん、 SR はショールーム、そうですね、ショールームのことです。ショールームになったらやっぱりきついですね。皆さんフォロー、たくさんのギフトありがとうございます。こんばんは、かわいい、ありがとうございます。はるさん、明日はポニーテールみたいな、そしてポニーテール明日してきます。あちらさん、今日のあみたんの配信で候補生見に来てたらしいよって言ったら、今日もいますかって、そうなんですか、もう見に行ってますね。全然皆さんたくさんのギフトありがとうございます。タコさん、ありがとうございます。タコさん、一回立って全身みたいな、全身は細いって言われるタイプです。こんばんは、レバーサマーさん、小学校でも英語ってあるんだよね、得意？小学校の英語は苦手です。明日は見れない、ぜひまた今度見に来てください。ハートありがとうございます。こんばんは、合格したらりさちゃんから推し返します。ぜひ合格できたとしてもりさちゃんと私のこと推していてください。こんにちは、シュースかわいいね。このシュースはお母さんが昔作ってたやつですかね、多分そんな感じです。頑張ってください、頑張ります。ぜひ上位の方に上がれるように頑張ります。
見です。派遣さんこんにちは。ぜひここのところ見てください。多分見えないと思いますがすいません。こんばんは。炭酸せんべいさん、タコさん、ありがとうございます。フォローしました。フォローしてくれてありがとうございます。はじめまして。 NMB ルーキー生オーディションに参加させていただいているエントリーナンバー66番のロロです。ぜひここら辺を見ていただけると嬉しいです。初見です。初見さんこんにちは。ぜひここを見てくれると嬉しいです。フォローしてありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。福花さん頑張ってください。頑張ります。ぜひ上位の方に上がれるように頑張っていきます。はじめまして。はじめまして。かわいい、ありがとうございます。やっとコメントが追いつきましたね。なっちゃうさん、ロロちゃんはアミちゃんと同じ身長だから全身想像しやすいかも。またちょっと別かもしれませんね。体型とかが全然違うかもしれません。こんばんは、こんばんは。埼玉さんこんばんみー。おけいさんツインテールかわいい、ありがとうございます。明日はこのポニーテールにします。ギフトありがとうございます。あおちゃんさん、オムライスはふわとろ派ですか、しっかり焼き派ですか。ちょっとふわとろ感でしっかり焼いている感じが私は好きです。ひろみさんこんばんは。ネバーサマンさん、じゃあもっとコメントして逃げないとね。私も頑張って追いつきます。ロロさん、自分を動物に例えるなら何ですか。怠け者です。シュウさん、初見です。初見さんこんにちは。エントリー NMB48 さん、10期生オーディションに参加させていただいているエントリーナンバー66番のロロです。ぜひここのところ見える方は見てください。上のところもぜひぜひ読んでください。でも体重も聞いたけどめっちゃ細いや。ありがとうございます。なんか学年で細いってよく言われます。初見です。初見さんこんにちは。ぜひぜひここのところも見てください。ポチチーさん、タコさん、ありがとうございます。グリフトさん、細いから握力は弱そう。弱いです。12か11くらいしかありません。ハートありがとうございます。むーちゃさん、ママのオムライスおいしい。めちゃくちゃおいしいです。くんちゃんさん、今身長は何センチくらいあるの。多分149くらいです。でも多分149はまだいってないと思うので148くらいですね。ともあきさん、苦手な食べ物ありますか。ゴーヤとかトマト、ナスビです。むちさん、怠け者。そうですね、怠け者ですね。行動とかも結構遅いです。カイトさん、ギフトありがとうございます。ありがとうございます。カイトさん、怠け者。そうですね、怠け者ですね。めっちゃ行動が遅いです。
ロンリーボーイさん、こんばんは。こんばんは。夜型さん、かわいい、ありがとうございます。ラジオさん、見える方は見てくださいって、おもろすぎる。そうですね、こうやって近づいちゃうとやっぱりここら辺しか見えなくなっちゃうのでやばいですね。ギフトありがとうございます。カメさん、こんばんは。こんばんは。あなたは非常に面白いです。ありがとうございます。面白さ、可愛さを大事にしていけたらなって思ってます。ハルさん、黒目が大きくて小動物みたいに可愛いってよく言われますか？黒目はちっちゃいって言われますね。小動物みたいに可愛いって言われません。なんか大きい動物で例えられることが多そうです。ムーチャさん、お笑いセンスありそう、ありがとうございます。お笑いのセンスはめっちゃあるって言われますね。クマさん、合格して鹿と背比べしてほしい。鹿ですか？多分身長勝ちます。ルバーサマス、身長はまだ伸びるよね。そうですね、身長は全然まだまだ伸びていきますね。全然伸びます。こんばんは。こんばんは。ナーテさん、ツインかわいい、ありがとうございます。やばいですね、やばいですね、追いつけなくなっちゃうかもしれません。ハートありがとうございます。好きな教科は何ですか？好きな教科で間違えました。得意な教科は体育です。だるまさん、ありがとうございます。グリフトさん、普段は帰ってきたらすぐパジャマで横になる。横にはならないですね。もうスマホばっかり触って宿題のことなんか忘れます。ユウマさん、次もうちょい端っこに入るといい。そうですね、カメラが動いちゃうとあれなんですよね、見えなくなってしまうかもしれません。これでちょっとだけ見やすくなったかもです。ガイドさん、劇場公演は入ったことがありますか？予定が合わなくて入ったことありません。ナチュラさん、ショールーム審査終わる頃にはバッチリなアングルになってる。そうですね、アングルが悪いのでやばいですね。初見です。初見さん、こんにちは。 NMB48 10期生オーディションに参加させていただいている、エントリーナンバー66番、ロロです。高人さん、ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。レモンちゃんさん、いつもは関西弁ですか？いつもはめっちゃ関西弁です。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。グフさん、ツインかっこいい、ありがとうございます。プチチーさん、タコさん、ありがとうございます。チャミさん、得意教科体育やね。そうですね、得意教科は体育ですね。体育しか勝たんです。ゆうくんさん、遊びに来たよ、来てくれてありがとうございます。炭酸せんべいさん、話し方しっかりしてるな、ママさんはそういったところは厳しい。そんなに厳しくないですね。やっぱり日頃から話し方は
綺麗にしておきたいなって思っている人です。ハルさん、昨日短期って言ってたけど最近起こったことは何ですか？と、自分の思い通りに行かなくてお母さんに切れてしまったことです。でも切れても普通に笑い合えますね。リュウさん、だるまさん、ありがとうございます。くんちゃんさん、もし最終的に2位に入れなかったとしても不利な状況でここまで検討したことを評価してほしい。そうですね、まあ、1位とかにはなれなくても、1位と2位に入れなくてもやっぱ頑張ったことはしっかり認めていけたらなって思ってます。モンカールさん、こんばんは。こんばんは、ハートありがとうございます。アーキャーさん、あらかわいい、ありがとうございます。チャミさん、劇場楽しいので一度見てほしいですね。そうですね、絶対一回は見に行きたいです。絶対見に行きたいです。ユーマさん、めっちゃ関西弁聞きたい。関西弁が最近どんなのかわからないですね。何か、メタボさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして。はじめまして。レモンちゃんさん、かわいすぎて煮物焦がしてやりました。大丈夫ですか？焦がさないように気をつけてください。メタボさん、かわいい、ありがとうございます。ヨジロさん、かわいい、ありがとうございます。48さんですかね。初見です。初見さん、こんにちは。 NMB 受験生オーディションに参加させていただいているエントリーナンバー66番のロドです。ぜひ覚えていってください。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。ギフトのおかげで勇気をたくさんもらえるので、どんどん少しをしていきたいなって思ってます。こんばんは、こんばんは。メタボさん、体育しか勝たん。素敵ですね。体育しか勝たんです。もう本当に運動がめちゃくちゃ大好きです。ライトさん、こんばんは、こんばんは。多分スクショ音聞こえて、スクショ音が聞こえてるかもしれませんが、すいません。ノースライトさん、ハートありがとうございます。ゴーさん、給食は何が好き？特練というみかんゼリーがとても好きです。メタボさん、いい子だな、話し方大事だよね。そうですね、話し方で結構印象とかは変わりますよね。なので気をつけていけたらなって思ってます。あおちゃんさん、切れちゃダメよ、切れないように頑張ります。だからすごく怒らない人っていいですよね。すごいなって思います。ゆうくんさん、たこさん、ありがとうございます。皆さん、たくさんのハートありがとうございます。ゆうまさん、素晴らしいマインドありがとうございます。かぜさん、ご飯ご飯って泣いてる。なんかご飯でなくてもなんか構ってもらえない時とかによく泣いてます。わんさん、こんばんは、こんばんは。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。
ミュータンさん、こんばんは。こんばんは。クロスズキさん、こんばんは。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。サンタさん、こんばんは。こんばんは。コリンさんも、こんばんは。ハマーさん、短距離走と長距離走どっちが得意？ 50m 走は多分長距離なので、多分長距離が得意です。あおちゃんさん、ロロちゃんかわいい、ありがとうございます。オールドさん、こんばんは。こんばんは。ムーチさん、もう1時間半してる。休憩しなくて大丈夫。休憩できるように飲み物があります。あおちゃんさん、ハートありがとうございます。ハマーさん、ハートありがとうございます。フォローしました。フォローありがとうございます。嬉しいです。いでまるさん、こんばんは。こんばんは。いでまるさん、お初です。来てくれてありがとうございます。たこさん、大量にありがとうございます。ポテチーさん、ハートありがとうございます。デイチさん、こんばんは。こんばんは。めっちゃ可愛いですね。もっと可愛くなれるように頑張ります。ロンリーボーイさん、ルーム写真が大人っぽくて、配信見に来たら11歳と聞いてびっくりしました。そうですね、11歳です。ラムちゃんさん、こんばんは。こんばんは。にゃんこちゃんさん、こんばんは。こんばんは。初見です。初見さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ぜひぜひというか、このロロっていう名前だけでも覚えていってもらえると嬉しいです。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。リフトさん、タコさん、ありがとうございます。かんちゃんさん、こんばんは。スマタンさん、ポップコーンありがとうございます。イデムルさん、11歳と JS、 そうですね、 JS ですね。めっちゃ JS です。ひろちんさん、前回でフォローしたひろちんです。フォローありがとうございます。あきちゃさん、かわいいね。お披露目の時にセンターに立っていてほしい。センターに立てるように頑張ります。まさやさん、また来ました。来てくれてありがとうございます。なんてさ、 50m は短距離かな。じゃあ短距離が、多分短距離走が一番得意ですかね。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。あきちゃさん、フォローしました。フォローしてくれてありがとうございます。こんばんは。こんばんは。レモンちゃんさん、タコさん、ありがとうございます。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。あおちゃんさん、アイドルのオーディションは初めてですか？初めてです。めちゃくちゃ緊張しますね、アイドルのオーディションは。
超絶 美少女だね。ありがとうございます。カイトさん、落ちる要素全くないや。歌も好きでダンスできて可愛すぎてありがとうございます。ぜひ落ちないように頑張っていきます。はじめまして、ラジオネーム恋するうさぎちゃんこと木村拓哉です。木村拓哉さんですかね。アマーさん、沖縄の海です。キューバーダイビングしたことある。沖縄の海でしたことあります。めちゃくちゃ楽しいです。あおちゃんさん、ローローは平仮名って言うんですか、ね、読めなかったらすみません。カタカナですか、漢字ですか。基本的にはひらがなですかね。くんちゃんさん、写真よりはるかに可愛いよ。ありがとうございます。パンダさん、こんばんは。こんばんは。メタボさん、いい子やな。ありがとうございます。もっといい子になれるよ、頑張ります。ハート、ありがとうございます。マイティさん、こんばんは。ケンシロウさん、66番やからロロにしたやろ。そうですね、66番なのでロロにしました。ちょうどゾロ目だったので。メタボさん、ぜひ受かってほしい。ぜひ受かります。ガトーさん、タコさん、ありがとうございます。ふわふわさん、こんばんは。リボンかわいいです。ありがとうございます。やすのりさん、こんばんは。こんばんは。こんにちは。食べるのを忘れないでください。とてもかわいいです。ありがとうございます。食べ物をちょうど近くに置いているので、近くに置いているんですよね、食べ物は。かわいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ゆうまさん、緊張してても大丈夫だよ。今は全然緊張してません、ね、もうちょっと慣れてきましたね。初めての時よりかはちょっと慣れました。初見です。初見さん、こんにちは。エントリーナンバー66番のロロです。ぜひここも見てくれると嬉しいです。これですね、コメントがやばいです。ちょっと一番上まで来ました。一番上まで来ましたがやばいですね。ネバーサムさん、あ、何か食べた。ハイチュウ、そうですね、ハイチュウのいちご味です。さゆきさん、かわいい、ありがとうございます。少し高い位置のツインテール似合うかも。高い位置ですか、こんな感じですね。学校で流行ってる遊びですか。学校で流行っている遊びは鬼ごっこですね。学校でめちゃくちゃ流行ってます。あおちゃんさん、
沖縄でカメさんと一緒に泳いだの。沖縄でカメさんと泳いだことないですね。カメさん見たことないですね。大きいカメさん。シールさんこんばんは。ルバーサマーさん、鬼ごっこ、キャー楽しい。めっちゃ楽しいですね、鬼ごっこは。やっぱり、定番ですね。ヤックさん、ハイチュウとプッチはどっちが好き？もちろん今食べているハイチュウです。初見です。初見さん、こんにちは。NMB48 さん、10期生。オーディションに参加させていただいているエントリーナンバー66番ロロです。ロロちゃんの推しカラーは何にするのかな。何色が好きなの。白と水色が好きです。マウさん、難しいと思うけどコメントやギフトするされた人にも気をつけてね。気をつけます。パートさんこんばんは。あおちゃんさん、走るの早く鬼ごっこ強そう。そうですね、鬼ごっこは強いって呼ばれますが結構捕まりますね。こうさ、沖縄だと夢でいいんですか、なんちゃら水族館ですかね。あ、この水族館は行ったことあります。漢字読めなくてすいません。かまぼこさんこんばんは。ヨハンさんこんばんは。読めなくてすいません。こんばんは。中健さんこんばんは。ロンリーボーイさん、ロロちゃんにごめん、読んでもらえなくてもいいけど私のことを覚えてもらえたら嬉しいです。ぜひ覚えます。くんちゃんさん、シンシンがオーディション慣れてる子もいると思うけど私も初めて受けて合格したから自信持ってた。何なんですか、初めてのオーディション合格ってすごいですね。パートさん、ツインテールかわいいね。ありがとうございます。歌うのは好き。そうですね、歌うのは好きです。はるさん、握力は何キロありますか。12キロ、11キロくらいです。めちゃくちゃ弱いです。美ら海水族館ですか、行ったことあります。でこさん、お星様書けないですがここに書いてあるお星様ありがとうございます。オリッチッチさん、タコさんありがとうございます。コウさん、チュラ海水族館読めなくてすいません。そうですね、行ったことあります。とても綺麗で感動しました。トラコさん、はじめまして。 NMB48 さんの10期生オーディションに参加させていただいているエントリーナンバー66番ロロです。ぜひ覚えてください。ウィンクできる。ウィンクは下手ですができます。こんな感じです。読めないですが33843さんこんばんは。あおちゃんさん、猫ちゃんいるの。猫ちゃん飼ってます。昔とかはワンちゃんとか豚とか、もちろん猫も
買ってました。もう今日さ、知らないと読めないやつ。ちなみにそうですね、知らないとやっぱ読めないですね。コメント読もうって思ってても漢字で読めなかったりしちゃいますね。エダーボさん、かわいい、ありがとうございます。ギフトありがとうございます。マルガンさん、こんばんは。こんばんは。ロバさん、こんばんは。むちゃさん、猫の種類なんやったっけ。それでなんかアメリカンショートショート、アメリカンショートヘアだったんですかね。アメリカンショートアメショだと思ってたんですけど、なんか種類が違ったらしいです。なんか種類わからないんですが、また聞いておきます。ハートありがとうございます。3384さん、ハマーさん、いつもカラオケでどんな曲歌うの。基本は AKB48 さんの365日の紙飛行機です。かずみさん、ハートありがとうございます。ミラボさん、腕相撲はクラスで一番弱いかな。クラスで2番目か1番目に弱いです。かずみさん、ハートありがとうございます。あおちゃんさん、マイク落とすと怒られるらしいよ。マイクって例えばこんな感じで歌ってる時にこう落としてしまうと怒られるってことですか。グラッシーさん、はじめまして。エントリーナンバー66番のロロです。ぜひ楽しんでいってください。ロンリーボーイさん、メンバーになれると思うので熊本から劇場公演に行きますね。ぜひ劇場公演に来てください。クラッシーさん、ハートありがとうございます。ハルさん、水族館にいる動物で好きな動物は何ですか。生き物ですね。水族館に